松尾様、どうぞよろしくお願いします。Thanks for the introduction. So my name ご紹介ありがとうござ is います。私は松尾和樹と申します。エクスフュージョンの CEO でございます。大阪を拠点にした企業です。2013年から14年にかけて始まっております。今日の世界では脱炭素化の問題というものに直面しております。2050年までにですね、6000もの発電所をリプレイスしていく必要があります。こうしないと脱炭素目標を達成できません。非常に大きい、ここには大きなエネルギーが必要になってきます。そして、弊社は脱炭素を達成するための大規模なエネルギーを提供することができます。世界の大きな企業となっていきたいと考えております。ではレーザーフュージョンとは何なのか、レーザー核融合とは何なのか説明していきたいと思います。この流れが左から右に流れていくものになります。まずはトリチウムを使って、これは本当に3ミリの直径のかなり小さいものなんですけど、これをナノセカンドのパルスで圧縮をしていきます。その後にピコセカンドのパルスを使ってこれを熱く温めていきます。この高温で扱うことで核融合が起こるわけです。そうするとそこから中性子が発散されます。それからコールドブランケットに出て、これが熱化、このようにして電気に変換されるわけです。こうすることで CO2 の排出がなく、大量のエネルギーを供給することができますし、オンデマンドでパワーを提供し、メルトダウンの心配もありません。ですから、フュージョンというのは本当に将来理想的なエネルギーであるということができます。こちらが私たちのレーザー核融合パワーの歴史になります。私たちはスタートアップですので、スモールスタートしていきます。私たちは浜松に実社の設備を有しております。これは2003年に、こちらを立ち上げました。レーザー核融合を継続的にできるようにしております。そうすることでシステムとターゲットインジェクション、こちらを活用することができます。というのもレーザーフュージョンのこの反応炉を使うためには、この 10Hz、1秒に10ショットを行うことで、この継続的な融合が可能になります。またこのターゲットを使ってレーザーをやる、そのために 10Hz が必要になります。私たちのマイルストーンとしては、このレーザー核融合を継続的にやっていくということがマイルストーンになっております。ではここからは、この中性子のデモを継続的に行うということをしていきたいと考えております。そうすることによって最終的にハイパーレーザーのシステムを確立することができますし、ブランケットを適用することができます。そして最終的に2030年にはパワージェネレーション発電ができるようになっていきます。そしてギガワットレベルの反応炉が2040年にはできる、そのような見込みになっております。私たちの強みについてこのスライドは示しております。私たちのこれはですね、反応炉の内側外側でレーザービーム、レンザービームコントロール、そしてインジェクター、ブランケット、これらの強みがあるので、いろいろありますね、強みが。ここについてまた説明していきたいと思います。ご覧の通り、一番最初にまずレーザーが必要ですね。レーザー核融合と呼ばれますから、これはネノセカンドのパルスシステムというものを使っています。これをハイエネルギーのものを作るのは簡単なんですけれども、さらに
ハイレペテーション、高いレベルの繰り返し、これが私たちの仕組みでは求められます。そういう意味では、10Hz 以上に保つ必要があります。それに加えて、私たちはビームコントロールのシステムが必要になります。私たちのターゲットはたった3ミリになりますので、この3ミリの丸い球体に対して、10メーター離れたところからレーザーを当てないといけない。そういう意味ではかなり難しいんですね。こんなにターゲットが小さいからです。それに加えて、ターゲットインジェクターも大変重要です。というのも、10Hz のレーションで対応しないといけませんので、そのスピード自体もとても速い。そういう意味では、このようなインジェクターを高性能で使う必要があります。そして、中性子がリキッドメタルウォールに出ていくことになります。このシステムはリチウム鉛があるので、東京工科大学と一緒になって、このようなリチウム鉛の技術を使っています。そういう意味では、私たちはすべてのシステムを統合しようとしています。小さいシステムが今浜松にあるんですけれども、将来的にはより大きな統合されたシステムを、近い将来確立したいと考えております。こちらのスライドが出しているのがテクノロジー面の強みになります。レーザー、レーザービームコントロール、リキッドナマリのブランケット、リアクターのデザインとが含まれます。すべてのコンポーネントが一つのシステムとして機能しています。もう一つの私たちの特定としては、レーザーフュージョンのメソッドになります。2022年にこのレーザーフュージョンはブレイクイブンに達しました。というのは、エネルギーを取って同じ分のアウトプット、またはそれ以上のアウトプットをする、そのようなことができるようになったんですけれども、問題点としては、高エネルギーのソース、インプットが必要になるということです。ただ、私たちのメソッドは高速点火方式と言います。2021年ですね、アメリカの政府がですね、私たちの論文を出したんですけれども、それを参照してピックアップしてくださったということもあります。ここで動画を見せたいんですけども、ちょっと難しいんですけども、ここはデモンストレーションになります。私たちのレーザープラズマの継続的な生成の様子になります。こちらを見ていただくと、すごい小さい場所がありますよね。ここがプラズマの部分なんです。で、ここでターゲットを外から当てていきます。レーザーシステムはこの小さいところを狙うわけです。そうすることによってプラズマを作っていきます。で、無事私たちは10Hz 以上の繰り返しで生成することに成功しました。今後さらにハイパワーなレーザーを作って中性子を出していくということに挑戦しています。こちらがチームメンバーになります。私が CEO で、 CTO が日本の大学から参加しておりまして、他にもリサーチャーが日本にもおりますし、あと世界にもおります。UC サンディエゴ、UC バークレー等のメンバーも参画されております。レーザーフュージョンというのは、人間にとっての無尽蔵なエネルギーと言えるでしょう。エネルギーのコンバージョン、今まで私たちは熱、蒸気、電気を使ってきましたが、今はレーザーの時代が来ました。レーザーフュージョンというのは熱を作り出す、レーザーを使って熱を作り出すことになります。ですから、このようなエネルギーソースを得ることができれば、私たちが人類を救うことができると考えています。ありがとうございました。